タート展示で動きを見せました大外枠の福田治。本番レースも動いていきました。その内側5番と4番少し牽制に入っています森友哉と藤田達弘。先にホームガイド出てきました6号艇の福田。福田はどうやらスローへと向けていきそうな雰囲気。そして4号艇の藤田ですが、藤田は6号艇を入れます。1、2、6、3、4、5の並びで収まっていきそうです。11レースの準優勝戦インは絶好枠1号艇野沢大治、隣に2号艇の内野翔一が構えていきまして、センターの3コースには6号艇福田治、スロース域には3艇が1、2、6の並び。続いて3号艇古川健、古川が今ゆっくりと角へとボートを下げていきました。角から古川が攻める展開になってくれれば地元の藤田には好都合。サイアウト6コースに5号艇森友哉。本番は1、2、6ダッシュが3、4、5、4角に古川、インに野沢大治。第11レース2つ目の準優勝戦スタートまで今残り10秒です。インコースから1番、2番、6番、3番、4番、5番の体型です。2つ目の準優勝戦11レーススタートしました。4角から圧倒的な勢いで3号艇古川、瞬く間に内3艇を締めてまくっていきました。1号艇残せるかどうか。4号艇は6号艇に弾かれてしまった。2号艇握って左打ちさせた5号艇森友哉。バックへ入っていきまして一幕に決まった3号艇の古川先頭。2番手は1号艇野沢大治、3番手には5号艇森友哉、外4番手からは2号艇内野翔一。11レーススタートは正常でした。2マークトップで回る3号艇古川、2番手は1号艇野沢、3番手から握っていく5号艇の森友哉、内側へくるっと4号艇藤田、再打ち切り込んで2号艇の内野翔一も、3番手は5号艇森友哉。さあ5号艇の森ですが、前にいる1号艇野沢を追いかける展開となりました。2番手3番手の差は2点進ほど。2周の1マーク先に回る1号艇野沢大治、5号艇の森友哉が外から外へと握って回ってバックストレッチへ追いすがりました。さあ2番手3番手の差がなくなってきました。わずかに内側通ってボート半分から1つほど前にいるのは1号艇野沢大治、追いかける追いかける5号艇森友哉。2周にマーク野沢はかなり外へ張りながら1号艇は外を牽制していく、それでも構わずぶん張っていく5号艇の森友哉。しかし受け止め跳ね返しました。1号艇野沢大治が2番手、3番手が5号艇森です。それでも2番手3番手野沢と森の定間は1停止半から2停止。3周の内マーク2番手ですが、内側から1号艇野沢大治が先に回ります。ここも握っていくのが5号艇の森友哉ですが、2番手は守っています1号艇野沢大治。上位体系は変わらず3番1番5番です。しかし諦めません、離れません5号艇の森友哉。一定審判差で最後のスリットラを通過。ラストコーナーの2番手ですが1号艇野沢大治、ここもコーナー有利に先手を取ります。最後は5号艇森友哉、その内側へ思い切って刺していったんですが、2番手は最後まで守りきった1号艇野沢大治。先頭は3番の古川五輪2着、1番守って野沢3着が5番の森で、2番内野が4着、4番藤田5着、ラストは6番の福田五輪。